27度ありますよ、この部屋。暑っ。つまり今からここはライブ会場と化すというわけですね。視聴者リクエストの講座、ジャック・ケイパー講座よいしょ。兼あのアルカディアの学んでこうのコーナーでーす。そう、1ヶ月の知識でちょっと講座するの申し訳ねえなと思って、はいはい、ここもこうやることでね、あのコメントとかも通じて、はい、僕のジャック・ケイパーというバンドをよりよく知れたらなと思ってるわけでございます、はい。じゃあまあ、どういうバンドかってところなんですけども、はい、ちょっと、まあ、あの前ね学ぼうの会ってやったじゃないですか、はいはい、あれと同じ感じでちょっと公式サイトを、まあ、見つつやっていこうかなという。一番先行ですかね。そうですね、情報が。ボーカルヒロさんですね。はい、足を感じるんですよ。本当だ、感じます。結構俺的にはこうボーカリストとしてすごくかっこいい花があって、はい、なんかね僕の兄もあんまり知らないんだけど、うん、ボーカルがすごくかっこいいイメージがあるみたいな、うん、結構ね、なんだろうね、曲自体が、はい、結構変わってるんですよ、うん、言っちゃえばちょっとコミック要素もあるというか、うん、それで、まあ、ちょっとあの、まあ、煽りとかもちょっとそっち方面の部分もあるし、はい、まあ、結構面白い方なのかなっていう、まあ、僕の見た感じの感想ですけど、現在のベースリクさんですね。確かこれ間違ってたら本当申し訳ないんですけど、この方はね元ギターだったんだよ確か。そうで、ベースの方が抜けて確かベースになったんじゃなかったかな確か。そう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 、結構奇抜な、確かに緑髪でそうバッサーって感じだね。ドラムのすぐるさんですね。ほうほうほう、なんかちょっとボーカルみたいな、確かに見た目としてはだから、ね、この方はなんか僕の印象なんだけど、バグラグのユウさんのキャスのコメント欄に確かいた、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、ちょうどジャック・ケイパーってあのライオスターレコーズっていう事務所なんですよ、うん、チガイホーケンってあのレジスターレコーズ の、うん、あの3バンドが出るのとオープニングアクトを務めたりとかってことが多いんですね。後輩的な立ち位置というか。そうですね、メンバー3人こんな形ですね。あ、そうだ、3人なんですよ。結構ね、見た目としてはかなりかっこいいかなっていう、結構揃ってない？確かにね。僕がちょっと見た感じ、どういったバンドかっていうと、結構サウンドとしては激しいんだけど、こう、なんか随所にこうちょっとポイントみたいな部分があって、うん、ちょっとその、急になんだろうね、こうコミック的な感じだったりみたいな、あ、いきなりこうなんだそこみたいな、で、なんかサビでさらに締めてくるみたいな、キュッと締めてくるみたいな印象ですね、僕としては。何曲か聴かせていただいたんですけど、おすすめ曲とかコメント欄にあったんで、うん、あの、YouTube にあるものはね、あの、先に聴かせていただいてるし、あの動画でも1曲聴かせていただいたんで、まあ、ちょっとそちらのね曲を公式で出てるものを紹介していこうかなと思うんですけども、まあ、その1曲目なんですけど、妄想スパイスって曲ですね、はい、僕が最初にてかあの動画で聴いてたやつですね。僕があのバンド決まったって時の、はいはい、代表曲ってなって調べたらこの曲が出てきたんで、この曲を最初に聴こうかなって、まあ、僕もこの曲ちょっと一時ハマってたんで。ああ、そう。この曲はね、あのサウンドとしてこう結構かっこいいなって感じなんですけど、うん、あのところどころに、おお、なんだなんだみたいな、ちょっと面白い部分が結構あって、ミュージックビデオとしても、なんか結構面白い部分が多いですね。そうですね。僕としてはね、ギターソロが結構この曲かっこいいなっていうところと、うん、ボーカルのヒロさんが、やっぱなんつうの、花がある、うん、って部分。こんな感じですね。まだなんかこう新しいバンドというか、また見たことないバンドかなっていう感じがして、ね、なんか基本的にはちょっとふざけ気味というか、まあ、いい意味でね、そうね、うん、ちょっと崩れてる感じがあるんだけど、これサビでギュッとこうギアが入るというか、そう、ね、歌声のその時の歌声がめちゃくちゃかっこいいなと思って、ちょっと次の動画には今あるんですけど、はい、絶叫アイロニー曲ですね。まあ、結構最新かな多分、曲としては、うん、僕としてはなんかこう、ま、ずサムネがもうめちゃくちゃ気になるって部分が強くて、普通にこの曲で聴いて、うん、まあ、かっこいいなって普通に思った曲の1曲でございまして、でも妄想スパイスと同じ感じでやっぱこう締める部分を締めて、こうやらかす部分はやらかすみたいな。曲が始まった時にかっこいいなって普通に思って、でまあその意外とこうサビがなんかシンプルというか、そうね、こうさらっとしてて、そこもなんか逆に聴きやすいかなって感じがして、でまあ崩すとこは崩してっていう、そうですね、まあバンドとしての持ち味というか、がなんかこれ一個の曲にこうなんかギュッと詰まってるような感じがするね。なんか面白かっこいいみたいな。あ、そうだね、なるところ、うん、ほんと面白いところはこう面白さに全開になってるし、かっこいいところは本当にかっこいいしみたいな、なんだついでに曲のついでにライブの禁止事項を歌いかけてますね。確かにね。またちょっとジンマシンみたいな、ああいう感じとちょっとまた違ったけど、うん、面白いっていった感じ、うん、
3曲目が、はい、我々は宇宙人っていう、うん、曲名からしてももう今学んできたジャック・キーパーらしいなっていった部分、はい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 、この曲ね、あのコメントにあったんですよ、おすすめで。僕のイメージとしては本当にこう、まあ宇宙宇宙宇宙って感じかつなんかね、なんか遊園地にいるような気分になれるような曲ですね。なるほど、ね、なるほどね。自然と笑顔になりますね。あ、確かに。なんかテンション上がるよね。そう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 、そう、なんか体が揺れるし、うん、そうそうそう、サビはめちゃくちゃかっこよくて、そうそう、サビがね、そう、サビドカーンっていって、でも面白い部分ね、あの合唱とか、逆になんかあんなに面白さとかっこよさ融合できると天才なんじゃないかと、確かにね、思ってくる感じ、ヒュンと戻すからね。そうそうそう、だけど違和感は全然ないしっていう部分で、普通のドラムとベースとギターさ、かっこいいね、流れがすごいかっこよくて、うん、ライブがすごい楽しそうな、はいはい、バンドかなっていう、うん、ちょっと熱いんで着替えちゃったんですけど、はい、次はあの僕の知らない曲をチェックしていこうかなって部分で、はい、あのドクドクドクって多分ちょっと読み方合ってるか分かんないですけど、うん、多分これ合ってると思うんですけどって曲をね聴いていきたいと思いますよ。あの僕これに関しては僕も知らないのでといった感じでございますね。クーパンで殴られてた、クーパンで殴られてましたね。でも最後リズム変わったよね、なんか急にね、なんかドラムがなんか変わったから、うん、ちょっとまた違う曲に聞こえたっていうか、うん、最初に来たサビだと思ったのがサビじゃないのかな、わかんないけど、その辺りこうもう一個いいメロディーがさ、こう、うん、後についてくる感じじゃん、うん、なんかちょっと曲の展開的にも面白いかな、ね、なかなかないよ、うん、聞いたことないような感じ。ただ A 子ちゃん遊びましょうと B 子ちゃん潰しましょうとひたすら頭にそうだね。まあ、ということでジャック・ケイパーっていうバンドだったんですけど、はい、ちょっと今回テイストを変えまして、うん、ちょっと公式サイトの方に戻りまして、うん、このバンドだっていうのを知ったんで、うん、ちょっとさらに公式サイトを見て、はいはいはい、あのどういうバンドか知識を深めていこうじゃないかと、あ、いいっすね、言ったわけで、結構あれなんでね、ジャケットも結構あれなんですね。そうですね、まさに変顔がありますよね、わかりやすいというか、我々は宇宙人に関してはブレブレですけどね、ぽさ満載っすね。いいっすね。そう、これね、カニカーニバルって曲ね、ちょっとめっちゃ気になるんですよね、毛ガニ版これね、おすすめあったんですよ、カニカーニバル。ジャック・ケイパーというバンドを、まあ、僕も一緒に学ばせていただいたんですけども、はい、かっこいいし、うん、面白いなっていうのがすごい強い、いろんな面白いがある、しかもそのなんかこう曲の展開が面白いっていうのもあるし、こう興味が湧く面白いもあるし、笑える面白さもあるっていうか、うん、確かにそういった部分でも面白いバンドで、かつかっこいい、うん、僕的にはね、あの絶叫アイロニーが一番好きかなって部分で、どうでした曲的には。いや、僕はね、我々は宇宙人がね、一番こう、なんかサビがね、一番ドカーンとくる感じがして、なんかこう、あ、いいなって思いました。植え付けられたみたいな。そうですね、うん、ちょっとハマりそうな感じがしたかなと思います。ちょっと、講座兼僕、アルカディアも一緒に学ぼうっていった動画になります。まあ、ここでジャック・キーパーってバンド知ったんで、まあ、これからちょっと随時あの、まあ、ビジュアル系ファンとしてチェックしていきたいなと思いました、うん、知らないって方はね、ぜひすごい面白いバンドなんで、あの本当に聴いてみてくださいといった形でね、あの今回の4拍子講座から、約1年経った、まあ、講座といった部分でね、はい、あのシードガゼットジャックケイパーとやってきましたけど、うん、まあ、完走したということでございました。そうですね、はい、まあ、またあの講座の、まあ、リクエスト等はあの随時全然受け付けてますので、まあ、僕ができる範囲であればねちょっと今回みたいにちょっと申し訳ないつたない行動だったかもしれないんですけども、はい、まあ、あとは僕が突発的に急に持ってきたりとかもするかもしれないんで、はい、というわけでこんな感じで講座今回3部作、はい、完結になります。ありがとうございました。ありがとうございました。